おはようございます。はい、登山の雑学、はい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 、はい、登山の雑学、トリビア登山のモネちゃんです、はい、よろしくお願いします。メグさんも OK です。お友達のメグさんです。はい、よろしくお願いします。とりあえず歩きながら行きましょう。はい、本山最近登ってますよ。もう先週とか先週とか、はい、そうなんです、そうなんです。また行きます。はい、先々週ですね。はい、では、たまらん、何回行っても、はい、では、はい、行きましょう。やっぱね、リスさんなんだかんだ全然まで行ける感じ。いや、まだ息上がってますよ、ちょっと。俺もめっちゃ実は上がってる。さあ、景色、いい景色だね。すごい感じ好きなんだよ。ああ、いいですね。ムネさん感動しいですもんね。いやもうね、まあ、熱く行きたいけど。うん、まあ、感動を伝えたいし、ね。ね、いやでもね、富士山のやつね、感動伝わりましたよ。結構じんときたし。ああ、うん、本当は、はい、まあ、その意味も感動もよかったけど、まあ、景色の感動も、だけど、まあ、あれはあれでね、あれはあれでね、めっちゃ頑張ったなって悔しいけどね、表現できなかった。やもっと頑張ってない。よし、はい、ありがとう。はい、モネさんからお裾分けいただいた五円玉でお参りしてきます。よいしょ、はい、なんかね、俺いつも硬くなるんだけど、米って炊くと、うん、なんでかね。浸水はしてある。じゃない。うん、だから。それ？うん。これか。それだ。まず家から出てくる前に浸水して、うんうんうん、そうそうそう。これって何？あ、倒れちゃったね。倒れてた。うん。OK。よし。はい、ムネさん。ありがとうございます。冷めないうちに。あ、いただきます。はい、どうぞ。はい。いただきます。はい。醍醐味です。できました。いただきます。うまい。おいしい。山根さんも冷めないうちに食べてね。はい。いただきます。これでいきましょうかね。これでパシャッとするときはこれで。これはこのまま喋ってる感じ。サインの練習をここでしてるね。練習すな、本番で練習すなみたいな。こんな感じなんで、いつも。はい、ありがとうございます。あ、かわいいです。こんな感じです。はい。うちにこんな感じ。はい。小田さんのコメントした率です。ありがとうございます。いつもありがとうございます。これ、はい、暖房で持ってきたんです。とりあえず小田さん寒がりなんで、カイロはと。はるかい、はるかる、はい、はい、あとごめんなさい、かさばっちゃうんですけど、いいえ、大丈夫です。地元の、はい、スナですね、地元の、はい、スナキラーメンと、はい、あとチョコレートです。ありがとうございます。いいですか、はるかもですけど、はい、ありがとうございます。はい、ちゃんと後で直します。ええ、大丈夫、ありがとうございます。ありがとうございます。写真、これ一回止めますよ。はい、あ、これ
はい、行きます。同じように。あ、うまそうだね、肉まん。キッチンペーパー食ってまーす。キッチンペーパー食う人いないですね。はい。これは大丈夫だ。これは大丈夫ね。はい、まあ、とにかくケチャップでごまかして。ケチャップでごまかしてもらって。危ない。おっ、チーズすごい。直でいっちゃって、全然。チーズでいっちゃう？直でいっちゃっていいよ。落ちちゃったんで。もう全然。中はね、中は、はい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 、あ、すごいウインナーも入ってる。あ、危ない。ああ、焼けてるっぽいじゃん。焼けてるっぽいかい？俺、味的には今回、うん、あり？95点。じゃあいただきます。見た目10点。見た目10点。キッチンペーパー。どう？どう？なかなかいいぞ。うん。オッケーオッケー。なんかね、こうね、ご飯がパラリとしてるんだけど、チーズとケチャップがトロトロが混ざってちょうどいい感じ。そう、これ今3万ぐらいですかね。でも2年前、4件も取りました。私目が悪いからほとんどこれ使わないです。早くてのもあって、ね、そうそうそう、最近だし。誰か開けるか、開けていいんですか？水は入ってますから開けてください。あ、すいません、じゃあすいませんね、はい、あ、開けちゃっていいんだ。どうぞ開けてみて。レズコ？おぉ、すごい。レズコが、あ、すごい。レズコ買ってるの？え、ネズちゃんいる。すごいっすね。かわいい。そうそうそう。